はい、どうも皆さん、こにゃにゃちわということで、ゆうきです。今日もね、ビットコインとリップルのね、チャート分析していこうと思います。お付き合いください。ね、最近ずっとね、耳にタコぐらいの感じで言ってますけども、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタン、ポチポチとよろしくお願いいたします。応援してください。よろしくお願いします。ではね、いつも通りビットコインから見ていこうと思うんですが、もうある意味素晴らしい。もう素晴らしいでしょ、ここまで来たら。昨日ですよ。日足で見ると、昨日この時点で131万ぐらいあったんですよね。それが今やもう122万。さっきまで言うと120万まで下がってるんですよ。じゃあ日足レベルでいくと、10万幅ぐらい動いてるんですよね。まあ誰が予想できたでしょうかと。これでショートでね、利益出してる人いますかっていう感じですよね。まあただそれに、例えば、利益出てるよっていう方は、再現性があったのかどうかっていうのがすごい疑問になりますよね。もう一回同じことできますかっていう。この幅で動かれるとちょっと厳しいですよね。まあ、瞬間的、本当に超短期のトレードとかやったらいけると思うんですけどね。かなり厳しかったんじゃないかなと思います。ただ、この4時間足で見て、この辺でショート入れてることはできたんですよね。で、僕のいつも動画でお勉強させていただいてる方が言うには、120万ぐらいでショート入れようと思ってますみたいな感じで言ってはったんですよね。まあその方はね、こんだけ上がった時点で損切りしてたらしいんですけど、もし損切りしてなかった、けどあれか、120万でショート入れたら利益出てないんか。もし130万円付近でショート入れてる方がいらっしゃったらね、10万分のね、利益が出てはると思うので、もうかなり大きいですよね。そこを読めたかどうかっていうのはちょっと僕には読めなかったので申し訳ないですけど。ねえ、ここからまだぐんぐんと上上がって150目指していくんかなと思いきやっていう感じですよね。まあ、ただ一応ね、今の現状で言うとサポートラインがいっぱいあるんで、レジスタンスじゃなくサポートなので、まあ、そこまでめちゃくちゃ下落するんじゃない流れではあるんですけど、ただそのサポートライン抜けてまうと、もう本当に、100万、近くまでまた落ちてまうんかなっていう感じはしますね。逆の勢いが強すぎるのでね。なので、まあ、1時間足で見ると、こんだけ下がってるんですよ。せっかく25日線がね、ずっとサポートラインになってくれてたんですけど、まあ、下抜けた瞬間、今度はレジスタンスラインなんで、ちょっと揉み合ったかなと思ったら、もう一段階落ちて、75日線を抜けると。で、今、75日線はなんとかサポートラインとして働いてくれてて、まあ、上に若干戻してきたかなっていう感じですね。はい。ですよね。皆さんどうでしたでしょうか？ポジション取ってた方いるんかな？まあ一応そのね、多分ですけど、皆さんは120万抜けたぐらいからロングで持ってはったと思うんですよね。うん。で、130万で利確してる人やったらいいんですけどね。まだ上がると見ても持ってた人やと、多分、もしその120超えた時点のやったら若干微増というか、微利益というか、まあそんな感じになってるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ週足で見ると、まだね、大きな陽線になってるんですけど、上髭がちょっと長めのね。なんで、こっからね、どういう動きになるのかっていうのが要注目ですよね。今はちょっと様子見ですね。こんだけ下がっちゃうと、ほんまにずっと懸念してたこの隙間、週足で見るとこの隙間を埋めに来るんであれば、もうちょっとガクッと下がるんかなっていうイメージもできますし、まあ逆に、まだ陽線なので、こっからグッグッとまた伸びていく可能性も全然あるんですけどね。なので今はちょっとどっちに転換するのかっていうのは見た方がいいんかなと思います。どっち行くんかなっていうのは今見とくべき。ここでなんかどっちショートしてとかってロングでとかっていうのではなくね、一旦ちょっと様子見するべきかなと思います、今は。まだちょっとね、後でリップルじゃねえわ。ビットコインに関しては詳しくね、チャートで説明していきます。で、リップルなんですけども、リップルはね、そんな上がってないくせに、ビットコインと一緒に釣られて下がんなよっていう感じですよね。多分皆さんの気持ちを言うと。お前ビットコインほど上がってないくせに何ビットコインと一緒に下がっとんねんっていうね、ところですよね。まあ言ってた、やっぱりね、この25日線が完全にレジスタンスラインやったんですよ。なんで、もう、抑え込まれたというか、ギューンってされたんですよね。25日線にギューンですよ。だからこれは、
ね、やっぱり、宮迫さんチャートっていうんですか？宮迫チャートって言ったらいいんかな？こうやって、ギューンってやつです、これが。ここがだから、これからね、皆さん使っていきはるんかなと思うんですけど、ここが宮迫って言います。宮迫チャート、これね。なので、まあ、こんな感じで、やっぱ25日線がレジスタンスになって、ぐっと下がってきたんかな、というところですね。まあ、ここは一応ね、押さえといてくださいねって言ってたとこなんで、皆さんは間違えてはないかなと思うんですけど、4時間足で見るとね、結構な、まあ、レンジなんでしょうけど、まあ、ボラの広めな感じの上下。まあ、これがもしかすると、こう、ダブルトップって言われるかもしらんけどっていう感じですよね。やとしたらもうちょっと下がるかなと。まあ、一回33円切ってるんでね、ここでね。まあ、一応33円は今のところはキープしてるっていう感じですね。なので、まあ、ここで一回下髭長めで、まあ、俗に言うトンカチって感じの、金槌？トンカチ？どっちだったっけ？ って感じの、まあ、ローソク足になってるんで、もしかしたら上に切り替わる可能性はある。ある。だが、しかしって感じですよね。まあ、今の感じでいくと、ここからまたぐっと上がって、下がって、上がって、下がって、はい、どうも、っていう感じだと思うんですけどね。まあ、なんで、まあ、今のところはちょっと、リップルに関しては弱すぎるかな、というところでございますな。なので、まあ、ちょっとね、この、25日線が横向いたので、まあ、抜けるタイミングは出てくるんかなと思うんですけどね。まあ、なので、こっからどこまで下がるのかっていうのは要注目かなと。まあ、25日線抜けるのか下がるのかっていうところが、まあ、今のところの、リップルの要注目点かなっていう感じですね。なので、もうリップルに関しては、どっちかに方向転換するまでは、動かなくていいと思いますよ。なので、もうこんなね、横横されて、ね、下がっていくばっかりやったら、まあ、ショートもしにくいしね。値幅もそんな大きくないので、ボラも大きくない、挙句ね、ポジション取れないってなると、もうほんまに今は傍観するしかないので、今はちょっとどっちに転換するかを見るポイントかなとは思います。はい。リップルはそんなところです。で、いつも通りね、ちょっと詳しいチャートで見ていこうかなと思うんですけども、まあ、これが日足です。で、まあ、こんな感じで僕の中では、こう、ぐっと上がってきてて、まあ、トレンドライン一応引いたんですけどね。まあ、ちょっと今それを下抜けてしまったという感じですね。日足で見ると。まあ、なので、このままこう、ぐって上がっていくかなと思ったところで抜けたので、これがまあ、戻ってくるのかどうかっていうところがすごく大切かなと。で、一応ね、言ってた、このライン。120万ちょいぐらいのライン。これちょっとまた僕で見えへんな。お邪魔虫ね。ここ。120万の120万弱、120万ぐらいのライン。で、ここが、要はずっと、ポイントになってきたので、ここが逆にサポートラインになってくれるんやったら、ここまで一旦下がって、またぐっと上がる可能性は全然あります。一回上抜けてるので、逆にこう、ここ抜けてまうと、もうちょっと僕ちっちゃくならな、見えへんな。この辺のラインまでは下がってくるんかなと。114万とか、111万、110万ぐらいまでは下がってくるんかなっていう感じはしますね。だからここが最終防衛ラインかなというところです。なので、ここで切り替わったのであれば、また130万には戻ってくると思うんですよね。で、ここで130万抜けれるのであれば、150万は全然もう、射程圏内？もう余裕ですよね。なので、ここに関しては、この120万のラインを割るかどうかっていうところをよく見といてもらえればいいのかなっていう感じはしますね。一応ちょっと短い足でも、時間帯でも見ておきましょうか。まあ、これが、4時間足なんですけど、まあいい感じでこう、バウンドして、ね、いい感じでこうトレンドライン築いてきてて、で、今若干こうトレンドライン割ったというところですね。なのでここで戻ってくるのかどうか、もし割ったとしても、この120万の最終防衛ラインをサポートとして上向けれるのかどうか。なので、ここが最重要ポイントになってくるかなと思います。上がるときの最重要ポイントもここの120万でしたけど、下がるときの最重要ポイントも120万になるかなっていう感じなので、ここをね、しっかり皆さん、注目してみておいてください。はい。なので、ここで転換した場合は、まあ、ある意味、短期で言うとロングでいいんかなと思います。ここ下抜けた場合は、多分ね、それこそ110万ぐらいまで下がると思うんで、僕の中ではショートもありかなとは見てますけども、
ちょっとまだ、どっちに転換するかが分かりづらい局面なので、今は、様子見をしてください。で、そこからどっちかに動いたタイミングで、ショート、ロングのポジションを取っていくような感じで、まあ、ベターかなという感じでございます。はい。まあ、今日もね、ちょっとね、ニュースが全然入ってこないので、まあ、あんまりいいニュースなかったんで、ニュースは紹介しないんですけど、まあ、今、チャートはね、結構こう、局面局面になってきてるので、まあ、皆さんね、目を離さず、こういう動画もね、見逃さず見といてもらって、まあ、自分のね、ポジション取っていてもらえたらなと思いますので、ぜひね、ご参考にしていただければなと思います。よろしくお願いします。はい。ではね、今日もね、最後まで動画をご覧いただきまして、おっす、ありがとうございました。またね、次の動画もね、ぜひご覧いただきたいので、冒頭にも言いましたが、ぜひチャンネル登録ボタンと、グッドボタン、グッドボタンをぜひ押してください。よろしくお願いします。はい。ではね、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ということで、今日は以上でございます。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。本日も動画を最後までご覧いただき、本当にありがとうございます。これからも皆さんにお得な情報をどんどん動画でアップしていきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。僕の LINE アットでは、バイナリーオプションや仮想通貨、セドリのことなど、ネットビジネスの有料級情報を無料で配信しておりますので、上の QR コードか下の概要欄 URL から、ぜひそちらの友達追加もよろしくお願いします。最後になりましたが、これからもぜひ応援よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。